皆さんこんにちは、赤星里奈です。今日はですね、珍しく真面目な動画を撮っていきたいと思います。なんでこのタイミングなんか自分でもわからへんけど、すごいアイディアがバーって浮かんできて、なんか今出さなあかんのかなと思って、全然タイミング逃してると思うんですけど、でも全然この動画伸びなくていいと思ってるんで、届く人だけに届いてくれたらいいなっていう思いで撮ってみたいと思います。いつもねアホみたいに一人でこんなコントとかやってる人間なんですけれども、たまにはちょっと真面目なモードで語りたいと思います。ズバリ、貧乏で音大に行く方法で、やっぱ貧乏でっていうので、自分がどんだけ貧乏かっていうのも、まあ多少なりとも皆さんにお伝えしないといけないと思うんですね。じゃないと、なんか別にそんな貧乏じゃないのに貧乏自慢してなんか微妙やなとか思われても、まあそんな動画全然参考にならないじゃないですか。なので最低限ね、自分の経験として、まあどれぐらい貧乏やったかっていうのをお話しする上で、どうしてもちょっと自分語りみたいな部分が出てくるかもしれないんですけど、それは最低限で済ませたいと思ってるんで、私の貧乏話はね、全然貧乏話じゃなくて面白貧乏話なんで、それはまた別の機会にお楽しみにということで、期待しておいてください。ということで、まず皆さんに第一にお願いがあります。これだけは絶対守ってほしいんですけど、まあ貧乏って私だけの問題じゃないじゃないですか。もちろん幼少期の時、育ててもらった両親が貧乏やったわけですけれども、そういうこともありまして、絶対にね、両親を傷つけるようなコメントだけは絶対にやめてください。両親は何にも悪くないんで、たまたましゃらなし貧乏やった、そればっかりやね、どうにもいかないことってあるし、だからそういう両親の名誉もあるんで、お話できる範囲で自分のどれぐらい貧乏やったかという話をまずしたいと思います。あ、そうそう、でこの動画多分ね、ここまで見てくれてる裕福一般家庭の方、多分最後まで見ないと思うんですね。で最後まで見なくても全然いいです。ただだからこそ最初に言っときます。裕福一般家庭の方、おめでとうございます。おめでとうございます。恵まれているということは本当に素晴らしいことです。いいな。正直ね、なんかこう嫉妬とかそういうのはないです。ほんまにただただもう、おめでとうございます。持ってるものは全部使うべき、それは思います。なんか前までは正直ね、なんか裕福な人って結局さ、なんかさ、なんかいいよなみたいな、ちょっとやさぐれてた時期もあったんですけど、正直まあね、それはちょっと許してください、すいません。やっぱり自分が持ってる武器っていうのは全部使って頑張るべき、それは思います。なんかこういう話も聞いたことがあって、裕福なことがコンプレックス、逆に、いや私からしたら、そんなことあるんかいなーっていう感じなんですけど、やっぱりね、なんかこう親のすねをかじってるとか、それはなんかあかんみたいな風潮があるじゃないですか。全然いいと思う。だって持ってる武器やもん。例えばですよ、私ゲームあんま知らんけど、唯一知ってるゲームがポケモンとパラパラッパで、ポケモンでね、めっちゃ倒したいモンスターいますよね。そこに自分はやモンスターボール普通のやつと、マスターボールなんかちょっといいやつ持ってますよね。そしたら間違いなくマスターボール投げた方が絶対そのポケモン捕まりますよね。これと一緒なんです。そういうことなんです。ということでね、持ってる武器は全て使う、それがもうあなた方の特権なのです。なのでぜひ使ってくださいね。でもし貧乏人からお願いしてもいいとするなら、自分が恵まれているということを素直に認めてくださったら、もうこちらとしてはもう本当にあざーすってなるんで、やっぱりね、認めるってこと難しいと思うんですよ。例えば、ミカちゃんめっちゃ可愛い。じゃあねん、私両親に恵まれててな、これも両親のおかげやねん、ほんまに恵まれてるわ、この容姿を使って頑張って生きていくな、ありがとうって認める人少ないじゃないですか。まあ容姿は特にそうなんですけど、でもやっぱりね、貧乏からしたらなんか裕福な人にね、うちめっちゃ貧乏やね、ほんまに全然ヴィトンのカバンとかも全然持ってないし、この前プラダとか買うのもかなり戸惑ってめっちゃ悩んで買ったんよ。だから全然うちは裕福じゃなくてとか言われたら、ほんまにもっていう感じになるので、できれば自分が恵まれていて、そのことに両親とか周りに感謝してて、で自分は頑張らなあかんねんなって思ってるって言われたら、ほんまにもうめっちゃいい人ってなるんで、まあもしね、こちらからお願いできるとすれば、それだけです。ありがとうございました。ちなみに私が出会った中でこれを言えた人は2人だけです。他の人はみんな、うちは貧乏やから全然、うん、まあそれが普通だと思います。なかなかね、認めるって難しいですよね。ってことで、こっからはあなた方貧乏タイム、貧乏の皆さんにどうやったら音大行って、どうやったらドイツの音大の大学院を卒業して帰ってこれて今こうして生きてるか、それを説明したいと思います。今日の動画は2個の視点から語ろうと思います。1、金銭面、2、精神面です。でまず結論を言いますと、貧乏で音大に行くことは絶対おすすめしません。残念ながら絶対おすすめしません。めっちゃ大変です、正直めっちゃ大変です、はい、でもめっちゃ大変やけど、私はこの自分の人生めっ
っちゃいい人生やと思ってます。要するにですね、そんだけめっちゃ音楽が好きで、ほんまに音楽を学びたい、何があっても絶対に学ぶ、絶対上手くなるっていう熱い気持ちがあれば、貧乏なんかなんとでもなります。なんで私はもしそういう人がいたら応援したいし、何かそういう人の参考になったらなと思ってこの動画を撮ってるわけです。だから最初も言ったけど、全然この動画伸びひんくていいし、ただ今見てくれてるあなたに伝わったら私はそれで満足なんで、ということでね、早速お話ししていきたいと思います。レッツゴー。まずそう、私がどれぐらい貧乏かっていう話ですよね。お前そんだけ売れたら全然お前貧乏ちゃうやんけとか言われてもちょっと困るんで、でもねやっぱお話できる範囲も限られてる、私だけの問題じゃないんで。だからざっくり言うと、なんやろ、普通にライフライン止まるみたいな、うん、水道止まるみたいな、まあそういう、まあ、ありきたりな貧乏体験は普通にしてますし、参考になるかなって思うのが、私が一番最初に住んだ家がむっちゃボロボロで、これはまあ面白貧乏話にもつながっていくんですけど、まず大学入学説明会みたいなのがあって、盛況にマンション探してるんですけどみたいな感じで母と行くじゃないですか。めっちゃ安いやつでお願いしますって言ったんですね、多分。そしたら、これ乗せられへんやつなんですけどみたいな感じで裏ブッ件みたいなやつを紹介されて、で行ったらもうマジ裏物件。皆さんトイレがね外にあるってこと想像できますか？2階なんですけれども、ベランダを開けて左に和式のトイレがある。だからトイレがまず外、あとお風呂も外。お風呂はですね、そのアパートに住んでる皆さんで一つです、一つの共有のお風呂なので、お風呂も外。お風呂行くとき夜ですよね、めっちゃ寒い中外歩いて一人で行きます。で入ってはったら入れへんし、また戻りますみたいな。で家もまあもちろんお湯とか出へん、だからもう冬でもめっちゃ寒い、冷水で顔洗う、おはようみたいな感じでしたね。まあそういったなかなか逆に言ったら体験できひんような一人暮らしでしたね、最初は。あと冷房とか暖房もなくって、めっちゃ太陽当たる部屋やったんですよ。でめっちゃ激アツして、涼みに近くのライフ行ってました。どうも赤星です、よろしくお願いしますっていう感じの貧乏やったんですけど、私の貧乏話はこれぐらいだから、どれぐらい貧乏かっていうのがちょっとでも伝わったら、もっとねもうめっちゃすごい話あるんですけど、なかなかねまた言える時が来たら言いますけど、まあそんな感じ。大前提として皆さんにお伝えしたいこと、それは死ぬ気で頑張れ、これです。勉強も練習も死ぬ気。勉強はできひんと、お金ってやっぱできる人に優遇されていくじゃないですか、奨学金とか何でもそうですけど。だから成績はいいに越したことがないです。高校の時点でいい成績じゃないと、大学に入る時に学費を、まあもちろん貧乏なんで借金しますよね、日本学生支援機構で、まあ、借りる羽目になると思うんですけど、それでね第一種と第二種っていうやつがあります。第一種は利子がない、第二種は利子がある。で利子がない方がもちろんいいですよね。で利子なしを借りる第一種っていうのは、やっぱ成績がある程度いい人じゃないと通らないんですよ。だからまあ第一種を借りる第一歩として、もう高校に入ってしっかりもう頑張るっていう、私よく言うんですけど雑草魂をね貧乏なりに身につけていってほしいと思います。とにかく成績はいい成績を残す、で練習も頑張ってください。なんでかっていうと、私たちには私立音大という道はないのです。国公立しか無理って考えてください。音大で言うと東京芸大、京都芸大、愛知芸大、沖縄芸大ですね。だからこの4つのどれかに絶対入る。まああと教育大のなんか音楽コースとかそういう選択肢もあるかもしれないですけれども、まあ基本的に芸大はこの4つですね。だからそこに絶対入る。もうねじれてもいいから絶対入るみたいな気持ちで練習を頑張ってください。で、まあもちろん、例えば藤田真央さんとか、そういうもう素晴らしいピアニストのような方は、私立音大の方からも多分声がかかって授業料免除。もう全部特待生で来てくださいみたいなお声がかかることもあるかもしれないですね。とにかくやっぱ練習は頑張る、勉強も頑張る、とにかく頑張るのです。なんかよく言うじゃないですか、合コン行っても美人はこういう感じでいたらモテるけどブスは積極的に行けみたいな、貧乏も積極的に頑張れ。で私の経験談からしかお話できないんで、ちょっと私立の音大の話は分かんない、多分めちゃめちゃ学費高いです、ちょっと無理かなって感じ。なので国公立っていうことを前提にお話し進めていきます。で国公立やと授業料が免除になる制度があります。ありがたいですね本当に。で私はそれをずっと大学の学部生の間は利用させていただきました。その条件っていうのが、ある程度成績があることと実家が貧乏すぎるということ、そのなんか収入のね基準があるんですけども、これはね国公立の行きたい芸大のホームページとか調べたら、授業料免除とかで調べたら出てくると思うんで、ぜひ調べてみてくださいね。でまあ何円以下の家庭は全額免除とか半額減免とか、あと授業料猶予ちょっと支払いを待ってくれるとか、まあいろいろあるんで、なのでね思ってるより普通に行けます、頑張れば。
国公立は。授業料の点に関しては条件さえ満たしていれば全然問題なく通うことができます。で、仕送りもないですよね、やっぱり貧乏家庭の子ってね。で、私が実際どういった生活を大学時代にしていたかっていうのをちょっと紹介したいと思います。最初ですよ、本当に若い時、18、19の時は、まあ学校、大学終わってで、大学にピアノがあるのでちょっと練習して、でバイトの時間になってバイトですね。で、夜の方が時給が高いので夜中ずっと働いて朝5時に帰ってきます。で、一限がある時は8時に学校行くみたいな生活をですよ、してたわけです。今考えたらとんでもないの。いや、もう若気の至りってやつですね。でも自分でやっていくってことはそれぐらいしないとね、なかなかお金稼げないじゃないですか。いくら奨学金借りてるからって言って奨学金に全部頼るのも、私借金っていうのがね嫌なんですよ。だからできるだけもう自分で稼ごうと思って、もう最大限頑張って働いて朝5時に帰ってくる。もうほんまに明るいんですよね。だからもう寝れもしないですよね。もうほんまに1時間とか仮眠みたいにして一限行くみたいな生活をしていたわけです。ここ絶対皆さん真似しないように。体はね、資本ですから。というのも私その後実は病気になってしまって、で、全身性エリテマ等です、 SLE というやつになってしまいまして、それになったっていうか、まあそれ難病指定されてる難病なんですけど、それの疑いがある状態が今もずっと続いています。今見てくださってる方の中に膠原病の方がいらっしゃったらわかるかもしれないんですけれども、確定診断が難しい。私の場合はもうなんか太陽を浴びれない感じになってしまって、浴びると発病してしまう可能性が高いので、そのおかげでこの美白が保たれているのです。原因不明の病気になってしまったということもありますので、これを見ていて今から頑張ろうっていう人、頑張りすぎは本当にダメです。体が絶対一番、睡眠一番。睡眠した上であと16時間ありますよね。その16時間の中で頑張れば大丈夫なので。で、私はなんでそんなに頑張ってたかっていうと、やっぱね、授業料免除される条件はまあ確実にあるんですけど、でも分かんないじゃないですか。いつ例えばいきなり家庭状況が良くなって自分でお金払わなあかんくなったらあかんやんと思って、いつでもある程度何十万は貯金があるっていう状態にしておいて、それをいつ言われてもこうポンと払えるようにしておきたいっていう、まあ性格の問題もあると思うんですけど、そういったことで私はあの貯金とかもしとかなあかんなと思って頑張って働いてました。で、まあそんな感じで病気になってからは夜中の12時までのバイト、終電で帰れるようなバイトをめっちゃしてましたね。音大行ったのに全然練習できひんやんって思われる方もいると思うんですけど、ほんまに全然練習できひんやんなんですよ。だからほんまにさっきも言った通り、恵まれている人はやっぱ時間があるからそんだけ練習時間も当てられるし、私の場合はまず練習時間を取ることからめっちゃ困難ですよね。もうそこからやっぱり違うので、それも覚悟の上で行くなら行ってくださいね。私はそれで学部を卒業いたしまして、今度は何を思ったか、ドイツへ行こうと思ったわけです。いやもう本当にね、呆れますよね。もう自分がアホすぎて。普通考えないでしょ。親の援助一切なし、自分の貯金だけでドイツ留学なんかもちょっと頭いってるやつだと思うんですよ。でもね、それぐらいやっぱドイツ行きたかったんですね。私はドイツものがめっちゃ好きやし、ベートーベンとかシューベルトとかバッハとかが暮らしてた街に自分も住んでみたいとか、ドイツ語話せるってことはベートーベンと会話できるってことみたいな。で、もちろん付き合い先生がいたっていうのが大きいですけど、それでドイツの大学院に行こうと思うわけです。私はどうしたかっていうと、日本の大学って3月に終わりますよね。で、向こうの大学って9月から始まるんですよ。で、入試が6月7月とか5月、あ、覚えてないな。まあなんかとにかく一回受験で行って帰ってきて、で10月から行くみたいな感じのスケジュールなんですね。なので私はそれやったら3月に卒業してから9月まで半年あるからめっちゃバイトしようと思って、でめっちゃバイトして頑張ってお金を貯めたんですね。やけどね、入試もあるし練習もしなあかん、でもバイトも行かなあかん、でもバイトそんな入れれへんってなって、言うても20-30万やったんですよ、貯金ができたのが。その間もね、もちろん自活なので、もちろん生活費とかかかってくるわけじゃないですか、家賃とか払いつつさらに貯金の分も稼ぐってなったら結構大変で、なんか結局ね、あんまり貯金できひんかったなって思ったんですよ。それでもありがたいことに、私の場合はロータリークラブという財団の方々から奨学金給付のやつをいただくことができまして、それを持ってドイツに渡ったわけです。で、それが生々しい話、全部合わせて多分100万ちょっとぐらいやったんですよね。でも100万ちょっとあって
でもね、ドイツで0から2年住むってなったらね、無理なんですよね。そのお金じゃ。無理って分かってたんですよ。でも行ったよね。うん。もうなんか、死ぬってなったら帰ってきたらいいや、みたいな。2年全然入れる金額を持って行ったわけじゃなかったし、だってその受験の時の飛行機代も往復いるわけで、住む時に行く行きの飛行機代もいる。で、その時点でもう多分20万以上は使ってるんですよね。だからまあ100万弱ぐらい。で、最初その寮の手続きとか、もろもろの初期費用ね、寮とか、いろいろこうまとまったお金がいるとなって、たらもう本当に残ってんのが何十万みたいな感じになってしまって、あら残念って感じだったんですけど、私はそれでも行きたいなと思ったんですよ。せっかく入試も受かったし、もう最悪先生にはご迷惑をおかけしてしまうかもしれへんけど、数ヶ月でもね入れたらそれはまた人生経験じゃないですかって感じで行ったんですよ。でもドイツで住むってなると意外と日本より全然安く住めて、私が住んでたのはその大学の学生寮があって、そこは家賃がだいたい毎月200ユーロで、食費なんですけど、もうね食費信じられないぐらい安かったです。40ユーロとかで、これはドイツが安いんじゃなくて、私がもう本当に野菜の葉っぱだけとか、パスタ向こうめっちゃ安いんでパスタだけとか、本当にもうめっちゃ削りに削って30とか40ユーロで暮らしてましたけども、普通の人は多分100、200ユーロぐらいかなあったらいいと思います。なので私は月平均350ユーロとか300ユーロとかで暮らしてました。だいたい日本円で言うとまあ4万5万ぐらいかな。まあ普通の人が普通にドイツに留学して使うお金が多分900ユーロ10万円ぐらいじゃないですか。月たまに外食行ったりとか、あともちろんコンサートとかも行きたいですね、せっかくやったら。あとたまには旅行行ったりとかしたいんだったら、まあだいたいそれぐらいかかると思うんですけど、もうそういうの諦めてほんまに住む、勉強するだけって言ったら400ユーロぐらいあればどうにかなる。で、でも私はまたありがたいことに、ドイツでの奨学金のオーディションがありまして、で、それはピアノのね、実技の試験だったんですけど、それでなんと、合格いたしまして、月に900ユーロも1年間いただけることになったんですね。ありがとうございます、神様。で、1ヶ月350とか400ユーロで暮らしてた人間が月900ももらえる。すごい、900ユーロ嬉しい。って感じだったんですけど、私はもちろん贅沢はせず。まあ、でもね、ちょっとと緩和して、例えば今日レッスン頑張ったな、ケーキ1ユーロのやつ買うかとか、そういうことができるようになったんですね。それで月400ユーロとか450ユーロぐらい使えるようになったんですよ。なので私はその1年分の奨学金で2年いたろうと思いまして、見事にそれが成功して、私は結局3年間ドイツにいることができました。奨学金受かってなかったら私はもうすぐ半年ぐらいで多分帰ってきてたでしょうね。それもまたいい経験やったなとか、このドポジティブな私やから言ってると思うんですけど、まあ、結局3年入れて、しかも途中からそうやって奨学金いただけて、コンサートとかも全部我慢してたのがちょっと行けるようになったり、ベルリンにちょっと遊びに行けるようになったりとか、例えばみんなでご飯行こうっていう時に自分はお金がないから行けへんとか、そういうことがなくなって、それでもね節約は節約なんですけど、ハッピーな留学生活を送ることができました。というわけで金銭面はだいたいこんなもんですかね。もしなんかね詳しいこと聞きたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメント欄でコメントお待ちしてます。ここから2つ目のポイント、精神面です。精神面はかなり強くないと無理かなって思う。うん。というのもね、これは本当に誰も悪くないと思うんやけど、普通が違うわけよ。自分の普通とみんなの普通が全然違うの。だから全然向こうは傷つけようとしてない、普通の言葉でもこっちからしたらめっちゃ傷つくわっていう言葉とかいっぱいある。それはもう覚悟していくしかないし、その相手を責めることも間違っている。なぜなら向こうからしたら普通のことで、こっちが言ったらまあ勝手に傷ついてるだけやから。例えばですよ、あなたが今日本にいますよね、多分。じゃあ全然違うめちゃめちゃ貧しい国、本当に水も泥水しかないような、水道の設備もなくて電気もないみたいな、そういった国の方と今この場でお話ししてくださいって言った時に、あなたはなんて言葉かけますか？めっちゃ難しいですよね。大変そうですねって言うとするじゃないですか。そのたった一言で向こうは傷ついたりするんですよね。だから私も正直わかんないです。自分が今こうして恵まれて日本に住んでて
て、相手はそうではない環境で住んでて、なんて言葉かけたらいいかわからへんし、何が正解かも何が不正解かもわからないっていうことが起きるわけですよ。で、私からしたらめちゃめちゃ普通のこと、むしろ相手を思いやるような言葉をかけたとしても、向こうにとってはそれが迷惑だったり、うざって思ったりするわけですよ。だから本当にこればっかりは価値観の違いやからしょうがないし、やっぱここまでね、貧乏っていうのはあんまりいいと思うから、それはね、やっぱ仕方ないことなんですよね。例えば今まで私が言われたこと、多分向こうはマウントしたやろうとかいう、そういう気は絶対ないと思うんやけど、普通に2人で遊ぼうってなって、なんか相談あんねんみたいな言われて行ったら、あのね、まるまるちゃんはもうハイブランドのこういうカバン持ったり、こういうポーチ持ってたり、こういうの持ってたりするじゃん。でも私はね、こういうのが買えなくて、何々っていうハイブランドのバッグ一つしか持ってなくて、本当に恥ずかしいっていうことを本当に本気で私に相談してくるわけですよ。私からしたら、え、これあの2000円のカバンなんですけどみたいな感じ、えや、そんな気にせんとこぜっていう、この持ち前のポジティブさで元気づけてあげたんですけど、まあ私からしたら本音としてはね、その時また自分の精神が未熟やったってこともあるんですけど、そんなさ、楽譜買うのも買えへんし、生きるので必死なよね、こっちはってやっぱ思うよね。ちょっと傷つくよね、やっぱりその生活水準の差。うん、あと私がまあ普通にいっぱいバイトしてめっちゃ働いて、で自分で授業料払わなあかんねんみたいな、授業料免除ならへんかったら自分で払わなあかんから貯金もしなあかんしみたいな、ちょっとそういう話をしたことがあってね、友達に。そしたら、え、なんで？なんで授業料自分で払うの？なんでそんなバイトするの？って言われたんですよね。普通なんです、相手からしたら。わかんないんですよ。だって学費を払ってもらうことは当たり前やから。やけど、それって考えてみて。全然当たり前じゃないから。むしろ私は大学の学費は自分で払うのが当たり前やと思う。もうこの日本でね、親御さんが払うのが一般的になってるというか、そっちがまあ多数派ですよね、今のところ。やっぱり現実として自分で払っていったり、自活していったり、仕送りなしでやっていくっていうのはほんまに大変なことやから、親御さんに頼る人の方が圧倒的に多いと思う。でもそれは圧倒的に多いだけであって、当たり前のことではないからな。自分が勉強したくて行くんやから、自分が払うのが当然じゃないのかなって感じですけどね、私からしたら。だからね、親御さんに授業料とか仕送りとかいただける人がめちゃめちゃラッキーなだけであって、もうそれは本当におめでとうございますってお祝いしてあげるしかないのよ。逆に私の経験からしたら、私は他の面でめっちゃラッキーやった。何がラッキーやったかっていうと、人に恵まれてた。ほんまに周りの人に恵まれてた。いろんな人に助けてもらって今があるから、十分なお金も持っていかず、一人で全然知らん街、友達とか誰もいい日のところに行くっていうことが、もうそもそも無謀じゃないけど、まあ勇気は多少はいるよね。今私のこの今の年齢やったらちょっと無理かもしれん。やっぱ怖いっていう気持ちがあるし、でそうやって行ったはいいものの、私その時もめっちゃ大変やって、その病気のこととかもあったし、その病院のこと、病院なんかもほんまにわからへんよね。着いた週とかに病院行かなあかんっていう状況やったのよ、いろいろあって。そんなんどうしようって思ってたら、それもまた運命的な出会いで、たまたま日本人の人と電車で知り合って、ほんでその人に病院のことを助けてもらったりとか、本当に人に恵まれていた。私が大事にした方がいいと思うこと、これはまあもちろん貧乏の方はそうやし、普通の人間の方もそうなんですけど、やっぱ感謝の気持ちですね、周りに対して。例えば今は普通に結婚して幸せな生活をさせてもらっていて、まあある程度お金もありがたいことにあって、例えばじゃあ誰かにお礼するってなった時に、何か物とかでお礼したりとかするやん。やけどお金がない時ってお礼すらできないのよ。感謝の気持ちを言葉で伝えるしかできひんって思ってたんやけど、私はやっぱり本当にお世話になった、いろんな人に助けてもらって、ドイツの奨学金を応募すんのとかもドイツ語でいきなり家庭状況を説明してくださいとか、そう正式な書類とか書けへん、それをドイツ人の人とかドイツ人の彼氏がいる日本人の方とかに助けてもらって、自分はお金がないからお返しも何もできひん。やけど向こうはさらに日本の食材をくれた、りなちゃんこれ食べとか、ほんまに私めっちゃ激痩せしてめっちゃ心配されて、いろんな人がご飯を与えてくれたり、食材を持ってきてくれたり、パンの切れ端とか、もうそんなんもほんまにありがたかった。でそういうのとかももらって、何がお返しできんやろうと思って、ありがとうっていう言葉を言うことしかできひんのかなって思ったけど、私はそうじゃなくって、私のこの持ち前のクソポジティブな感じ、まあ私自分がおもろいということにはかなり自信を持っていて、なのでそのおもろさで一緒にいる時にめっちゃ楽しい話したり、相手が楽しく過ごせるように振る舞う、それはまあもちろんのこと、いろんな形で感謝の気持ちを
伝えるっていうことが大事やと思った。例えばドイツでいっぱい演奏会に出させてもらってたし、でその演奏会に無料のコンサートないけど招待させてもらう、で招待をするのも来てくださいとかじゃなくて、もうほんまにあの前回の動画で出したように絵がめっちゃ下手なりに招待状みたいな絵とか書いて、それをこの前こういう風に助けてくれてありがとうございました、よかったら今度私が演奏する演奏会があるのでご招待します、来てくださいみたいな、たくさんの絵を描いた招待状を渡したこととかもあった。だからそういう感謝ってお金がなくても絶対伝える方法ってあるし、その感謝の気持ちを持ち続けてそれを相手に伝え続けていくっていうことは絶対に大事だと私は思う。それから私がいつも大事にしていた言葉、今持っていないものよりも持っているものを見ろ、これですね。これは私ドイツの携帯でずっと待ち受けにしていた大事な言葉。やっぱり普通に考えてドイツ留学してくる人ってもうお金持ちなんですよ。最低限普通の家庭、こんな貧乏人でドイツで留学してくる人なんかまずそうそういい品なんですよね。だからやっぱり周り見たらみんなでご飯行こうってなんの普通やし、みんなでケーキ食べようとかこういうパーティーしよう、ああいうのしようとか普通なんですよ。やけどみんなでレストラン行くやん、自分だけ何も頼めへんの、お金がないか ら、 だからそういうのとかってほんまに辛い、正直。ああいいな、なんかこんなたったの300円、今考えたらね300円ぐらいって思うんですけど、そのドイツ住んでた時ってもうやっぱり絶対卒業して帰りたいって思ってたから、ほんまに節約の生活で、そんな中で300円すら出せへん、家帰ってジャガイモ食べなあかんっていう生活、ほんまに信じられへんかもしれんけど、そういうぐらいのほんまに貧乏や。そういう時にやっぱりどうしても人間やからいいなって思っちゃうわけよ。3ユーロぐらいなんかパッて出せいいなみたいな、なんかレベル低いけどすごいそういう風に思うわけよ。でなんかすごいやっぱ周りからもかわいそうっていう感じに見られるし、その例えばクラスコンサートが終わった後みんなでご飯行っても私だけ何にも頼むもんなかったら、例えば先輩とかがなんかりなちゃんこれ一緒に食べようって言ってくれたりとか、そういうのもほんまにありがたいと同時にやっぱ痛いわけよ、心が。で私も普通だったらなって思ってしまうよね、やっぱり。でもそうじゃない、そうやって自分にないもの、持ってないものばっかり見たってどうしようもない、しょうがないし、そんな言い出したらキリがないですよね。裕福な人ってどんだけでもいるから、自分にあれもないこれもないこれもないってなんか悲しい気分になっていくだけやん。でも持ってるもの、私は目が見えるし耳が聞こえる、でピアノも弾けるし、これがどんだけありがたいことか、すごく大事なものを私はたくさん持ってるっていうこと、それを常に忘れないこと。やっぱりどうしても持ってないものばっかり人間は見がちですけど、持ってるものって絶対たくさんあるし、自分にしかないものとか、みんなも持ってて自分も持ってるもの、それでも貴重なものたくさんありますよね。そういうものをすごく大事にして、でそのことに本当に感謝して、で自分は今日も頑張れるみたいな、宗教みたいな感じになってきたんですけど、という気持ちでいつもいるようにしていました。今持っていないものより持っているものを見ろと思って私は生きてきて、まあめっちゃ辛いこともあったけど、結局私は自分の人生、自分が貧乏で音大に行ってよかったって思ってます。だから貧乏で音大行くことってほんまに辛いこともいっぱいあるけど、もう絶対普通では経験できひんことが経験できるし、それは絶対にこの先に宝になるし、自分の音楽を絶対豊かにしてくれる。だから私はどんなに辛くてもそれ以上に音楽が好きで愛しててほんまに学びたいっていう気持ちがあるんやったら、ぜひおすすめします。めっちゃ貧乏でも最低私ぐらいにはなれるってこと。今まだこうやって芸大に通ってるわけやけど、やっぱ正直ね、遅れを取ってるじゃないけど、十分に練習できひんかった時期もあったから、30でまだ大学行ってんのかいって思われるかもしれへんけど、でも私は全然それを恥ずかしいことと思ってないし、一生勉強するっていう気持ちでいるから、みんなも一緒に頑張っていきましょうってことで、ちょっとでもなんか参考になったら嬉しいです。ほなみんな頑張ろう、バイバーイ。 Thank you.